おはようございます。今日はですね、タイトルにもある通りバレンタインということで、ちょっとね、俺ができる限りの範囲内でバナに最高のサプライズをしてあげようと思って、今回は計画してまいりました。ということで、まずはね、下準備のためにいろいろ買ってこないといけないんですけど、まあ、ちょっとロマンチックにキャンドルとかをいっぱい欲しいので、とりあえずイケアに行ってきます。で、あとはマナが欲しいって言ってたら、ちょっと高いんですけど、まあ、とあるブランドのお洋服とバッグをもう一緒に今から買いに行きたいと思います。恐竜、恐竜、うん、本当だ、恐竜よ、恐竜、恐竜いるの、うん、恐竜よ、恐竜もう恐竜よということで買ってきます。よし、じゃあまずはキャンドルを買ってきます。これいいね、これ。これをお皿にしてとりあえず買って、あ、これかわいいじゃん。これもじゃあ1個買おう。姉ちゃん、これどう？これかわいい？うん、あ、オッケー。で、あとこのお皿5個と、あ、そうそう、これこれこれ、100個あるやつ。これでおしゃれに可愛くできる。これか。これもじゃあ3個ぐらい買っときます。姉ちゃん、これは？これかわいい？ただいま、帰ってまいりました。家族4人でちょっとね、お買い物してたんだけど、この買うものだけはちょっとね、マナとは別行動して買ってきました。まずこちらですね、マナが欲しいと言っていたセラ・マッカートニーの服とバッグですね。そしてまずダニエル・ウェリントンさんからまた新商品が届きました。ルネちゃん、ルネちゃん。そして今回はちょっとね、ロマンチックなバレンタインにしていきたいので、イタリアン料理を作ろうと思ったんだけど、ちょっとね、やっぱり考えて美味しいのをマナには食べてほしいので、ちょっと高かったんですが、ちょっとね、この家の近くのイタリアン料理に頼んで、今この後ろに準備してあります。キャンドル火使うからちょっとね、ルイとルネが危ないから先にね、寝かしときたいので、もうそろそろもう寝る時間なので寝かせたいと思います。で、それからキャンドルに火つけて可愛くおしゃれに、もう俺ができる限りの範囲になっちゃうけど、やっていきます。 OK、 うん、ハイタッチ、イエ、ルネもハイタッチ、届く、うん、イエ、頑張れ、届く、ここ、ここ届く、あ、じゃあここ、ここ、ハイタッチ、イエーイ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 はい、ということで、ちょっとね、後ろを見てもらえばわかるかもしれないんですが、ちょっと散らかっているので、ロマンチックな食事とか映画とかをね、想像するとね、多分ね、家がめっちゃ綺麗だと思うんですよ。まずロマンチックにするなら掃除からだと思うので、軽く掃除をしていきたいと思います。やばい、まだがもうちょっとで帰ってきちゃうかもしれないちょっと急ピッチで片付けていきます。OK、 じゃあちょっとテーブルの上を可愛く、そしてレストラン風にデコレーションしていきます。よし、急ピッチでキャンドルを飾っていきます。どういう感じがいいんだろう、キャンドル。やばい、ルイとルネにいじられて2個足りない。いやー、なんか違う、こっち側、あ、俺だね、これ。あ、これいいじゃん、かわいい。そして、たらーん、完成しました。もうマナがもうすぐ来ちゃうので、このまま待ちます。はい、そして
ダニエル・ウェリントンにはね、このプレゼントと一緒に手紙を書ける紙がせっかくあるので、ここにちゃんと手紙を書いてからプレゼントを渡したいと思います。 OK、 書きました。お、字が汚すぎるけど、まあ頑張って書きました。そしてこれを、手紙をこの中に入れておきます。 OK、 ってことでもうマナが来ちゃうので読んでいきます。マナー、来て。お客様いらっしゃいます。すごい。いらっしゃいませ、お客様。え、なにこれ。1名様でよろしいでしょうか。はい、レストラン。レストランです。え、すごいじゃあこちらの方へ。はい、ちゃんと掃除されてるでしょ。ほんとだ、え、てかめっちゃ綺麗になってる。すごいすごいね。でもこちらへどうぞ。はい、あ、荷物持ちましょうか。あ、はい、このお店燃えやすくなってますので綺麗、すごいね。それでは少々お待ちください。はい、お手拭き用意されてるんですけど。いいでしょう。すごい。ちょっと1分ほど待ってください。なんかめっちゃ電子レンジの音聞こえるんですけど大丈夫ですか。ここ気まずお待たせしました。前菜のサラダでございます。え、レベル高くない？美味しそう。これはどれにするの？それじゃない。それじゃない。あ、まだ、まだ、まだそれでは、やけどしないよね。いただきますじゃあ、乾杯。ハッピーバレンタイン。まず一つ目こちらですね。はい、サラダです。ちなみにこの、 食べ物はこの家の近くのイタリアンレストランからです。へー、ウーバーさんですね。バレた。いいじゃん、美味しそうだ ね。え、でもさ、良くない？家でこういうイタリアン食べるの良くない？ね、バルサミコ素敵な感じじゃない？匂い的に全然違うわ。でも美味しい。美味しい。いいわ。やっぱバルサミコ入ってるんじゃない？シェフなんですが、その辺は分からないんで。チーズがいいね。うん。続いては、はい、イタリアンレストランの途中に来るやつです。スープですね。何スープ？ミロストローネとかな。ミネストロミネストローネ。ミネストローネですかね。え、美味しそう、美味しそう。いや、ベジタリアンだね。めっちゃベジタリアンだね。あ、豆か。豆っぽい味するんだ。そして続いての商品なのですが、はい、ボロネーゼパスタか、マッシュルームと黒トリュフのクリームソースパスタ。え、どっちがいいですか？ボロネーゼがいいです。ボロネーゼ。はい。え、ピーピー聞こえますけど。あ、問題ないです。大丈夫ですか？はい、はい、では、間違えた。これ絶対違うでしょ。こっちが僕ですね。黒トリュフ、うわ、いい匂い。これ絶対ジョン好きだわ。こちらがボロネーゼでございます。おー、美味しそう、本格的ね。いただきます。いただきます。うん、おいしい。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。ね、いいですね、こういうバレンタイン、こういう過ごし方もいいんじゃないってことで、あともう一つプレゼントがあります。何か見当つく？つきません。つきませんつきません少々お待ちください。はい、こちらです。めっちゃてれーん。え、ねー、ほんとに？と、まあ、ちょっとまだ中見てほしいんだけど、その中にあるものと一緒に、このダニエル・ウェリントンの、まずじゃあこっちから見ますね。かわいい。書いてあるんだけど
がとう。うわ、嬉しい。いいと思ったらキスしてね、書いてありました。あともう一個、僕用のがあるので。あ、お供え？そう。いいね。でこれはそのダニエル・ブリントンさんからもらったやつ。ありがとうございます。プレゼントしてもらった。じゃあクーポンコードあるね。そういいね、いいね、いいね、いいね。みんなでバレンタインお揃いしようよ。ね、まず開けると最初はここに腕時計ですね。トゥルーン、シンプルでいいですね。でここにはブレスレットが入っております。こんな感じですね。皆さんも彼氏か旦那か家族か弟か兄かプレゼントしたい人があれば、こちらの時計いかがでしょうか。はい、私のがこの I love you のボックスの中に、てりーん、かわいい。今回はこの、いいね、これにしてくれたんだ。私が好きな 28mm のサイズにブラウンの、かわいい。いいよね、この細さ。一番 28mm が私はすごい気に入ってる、ダニエル・ウェリントンの中で。でこのハートのチャーム、これね、ラブって書いてある、よく見ると。ちょっと見える？ラブって書いてあるの、小さく。でこれクラシックブレスレットのデザートサンドっていう、なんか新作の超高級感ある、これ。これの S サイズです。これがサンドされてるから。そう、デザートサンドって名前かわいいね。かわいくない？ね、これ今回の新作で、なんかね、色がね、なんかちょっとピンクもあったんだけど、ホームページ見たらこんな感じ。かわいい、これかわいいね。ね、いい、つけよう。こんな感じでございます。本当に何でも合う。私が今この格好してるのにさ、毎回言ってるけど本当何でも合うよね。いやでもシンプルだもんね。そうそうそう、見てこのハート型のチャーム、ここに入れるんだ。超可愛いんだけど、ほら、え、すっごい可愛くない？ね、こういう感じですね。可愛い。可愛い。これこうしました。時計は細かいところまでおしゃれにしてくる。うん、しかもさ、ダニエル・ウェリントンのさ、おしゃれなところってギリギリにさ入れてくるんだよ。うん、そこが好き。確かに、こういうのとかも。そしてもう一個プレゼントもらっちゃいました。カステラ。違うから。ドキドキする。絶対マナ好きだと思う。本当？めっちゃあるんだけどで見て、可愛くない？可愛くない？このちっちゃいさ。いや見て、時計とも合う。ほら、いい。皆さんどうですか？あ、シンプルでいいね。本当にダニエル・ウィントン何でも合うね。え、いいじゃん、いいじゃん。どうどうどう。いいね。え、でもまだあったよ。なんかいっぱい入ってるんだけど。それだけではございません。すごい。次はですね、何？これも欲しいって言ってたよね。そう、かわいい。カジュアルだね。絶対似合うじゃん。いい、いい、これもらったよ。かわいい。ここにね、ステラ・マッカートニーって書いてある。かわいい。ちょっとボーイッシュな感じになってます。贅沢すぎでしょ。でこれは普通に合うかなと思って。かわいいんだけど、見て、こういうなんかカジュアルな服装の時もね、腕めくって時計合うしね。へえー、すごっ。かわいいじゃん。白にしたんだ。そう、嬉しい。まあそんな感じですね。はい、実は私からもちょっとしたものですけどあったの？あるんですよ。まあね、ジョー君欲しいものがあるじゃん。あの、めっちゃ大きいものが欲しいじゃん。はいはいはい。それのために貯金してるんで、はい、もうちょっと待っていただきたいなと思って、面白いものを買ってきた。何？ここにもチョコレートって書いてある。そう、それはバレンタインだから、チョコレート。なるほどね。でね、作るのは当日、うん、やりたい。ね、かわいいのこれ。たらーん、中がね、中見て、中見て、宇宙のパッケージ、めっちゃ中気になる。これめっちゃいいね。背景がなんかキャンドルで。てるん。まさかのこの紐単品系。わ、めっちゃ可愛い。キュッキュ。本当だ、キュッキュ。三、二、一。てるん。おお。フェリアです。おお。
すげえ。すごいっしょ。え？だってこれね、お酒が入ってるそうです。あ、嘘でしょ。びっくりすぎてもう変な声出たんだけど。あ、よかった。やば。無事です。え、かわいい。ってことで、じゃあこのピンクのバニラから食べます。キューピッドだって。いただきます。中がクリーミー。へえ。あ、おいしい。これいいよ、みんないろんなのある。あ、はい、というわけで先ほどマナが言っていた 15% オフのクーポンコードを早速発表したいと思います。その名もヨンマナです。いつまで。そしてクーポンコードは2019年の4月の30日まで使えますので。結構長いね。そう、バレンタイン終わった後も、うん、ジョンの誕生日にも行ける。あ、行けるね。行けるね。で、このバレンタインのキャンペーンが1月の30日から2月の14日まで、はい、でございます。なのでこれね、このハートのね、このチャームがめちゃめちゃ可愛いしね、バレンタイン限定だよね。このワンポイントいいね。うん、超いい。これ結構私気に入り、お気に入りなんですけど、これは2月の14日までなので、ぜひ皆さんプレゼントし合ってみてください。で、バレンタインのキャンペーンがあって、そちらのキャンペーンの内容がこの I love you ボックスで、これが通常より 10% オフになります。はい。そしてレザーウォッチ、これを購入すると真ん中にこのハートのチャームが一緒についてきます。で、全品送料無料で、ラッピングも無料で行ってくれるそうなんで、はい、いいね。チェックしてみてください。チェックから、ね、今回こういう素敵なバレンタインのアイデアを提案してもらったけど、バレンタイン当日は私からね、何か手作りのものをルイと一緒に何か作って、ジョンとルイにプレゼントしたりとか、いろいろ考えておるので、楽しい。そちらはまた動画で別で紹介しようかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。ジョン君も素敵なプレゼント、嬉しい、ありがとう。頑張りましたね。え、すっごい嬉しかった。100点満点中何点ですか。120点でございます。もうすごいよ、超いい。今まで全然こういうことしなかったもんね。え、そんなことなくない？結構やってくれてるよ。まあ、ヘリとか。うん。めっちゃ高いけど。めっちゃかっこよくね、今。まあ、ヘリとか。いつまでちょっと結構派手にやってたから、今回は家で。いや、なんか良かったよ。高評価。グッドボタン。はい、なのでこれは動画を見てる男性諸君、いや結構こういう方が嬉しいよ、女の子、この気持ちこもってる方が、うん、なんか一生懸命頑張ってくれたんだなっていうのが伝わる方が嬉しい。皆さんも素敵なバレンタインデーをお過ごしください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。